さんこんにちは、なみきです。今日もですね、主役のプロの方々に来ていただいてますので、早速お呼びしましょう。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、PGA ティーチングプロ、A 級会員の亀井孝夫と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、LPGA ティーチング A 級本田です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい、またまたこちら定人さんのマトースを使わせていただいて、はい、お二人にもいろいろレッスンしていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、前回はね、はい、飛距離アップということで、はい、実際にデータ見て変わるかなってちょっと不安だったんですけど、変わりましたね。変わってましたね。はい、めちゃくちゃ良かったです。ありがとうございます。もうドクターですよね。ドクター、今日もね、何を処方箋するのかわからないんですけど、そうですね、何か、今日もということでちょっとレッスンをしていただきたいなと思ってるんですね。はい、はい、かしこまりました。今回はですね、スライス撲滅100の処方箋でございます。およ、スライス撲滅。いや、もうこれはアマチュアのゴルファーの皆さん、うん、一番悩みの課題じゃないですかね。スライスね。はい、うん、で、私分かりました。はい、ひらめきました。ひらめきました。今ね、ピンときました。あ、来ましたか。まあ、私も実際出るのでスライスは。はい、はい、そのあたりを今日は撲滅していただきたいなと。撲滅しましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またじゃあ、はい、またあの3、2、1お願いしますね。はい、お願いします。3、2、1お願いします。おお、ありがとうございます。かっこいい。取れました。どうでしょうか。83点。いいのか悪いのか、これはどうなんだろう。すごくなんか肩と腰の捻転差ができてますか、のような感じがすごくします。じゃ、このデータを見ていただいて、実際、まあ、今日スライス改善ということなんですけど、うん、スイングはなんかすごく良くなって、なんか本当ですか？なっていう感じはします。ありがとうございます。軸ですよね。軸ですね。今回、うん、私あのスライスこちら見ていただくと軸ですね。はい、この緑のラインがスイング軸になります。はい、並木さんの。あ、それがスライスに関係しているということですか？関係します。おお、なるほど。軸が、はい、軸を中心に回っていただくと、うん、ストレートボールやこうドローとかが出るんですけど、軸が少しちょっと左に傾いてしまったり、はい、するとちょっとスライスの原因になってしまったりするので、それをマトースではこんな感じで、ここからここが真ん中の線ですね。はい、水色がここから左にちょっとずれて、あ、じゃあ基本はこの水色の線に対して緑の軸が常に同じところにその通りです。いるのが正解。その通りです。あ、最初のアドレスでしっかりした軸を作っていただいて、はい、そうですね、うん、そこを中心に回っていただくと、はい、この軸は軸、あの軸を中心に体を 回していただく、はい、という意識。確かに、そっか、だと思うんですが、うんうんうん、いかがでしょうか。先生、すいません。ドクター取っちゃった。いやいやいや、え、今日はあれですよね。ドクター取っちゃった。いや、ドクターお二人いますから。ドクター、今ね、なんでですか。本田ドクターが言ったんです。そう、本田ドクターがね、お二人全部言っちゃったんで、僕の言ったのなくなっちゃったんですけど。さっきすごくなんか分かったって。すいません、なんか。もうすっごい今来てましたね。いや、すっごい寄ってったから、俺もすっげえ今端の方に。いや、嬉しかった。それぐらいね、教えてくださって、はい。熱い気持ちが伝わっちゃったね。熱い気持ちがありがとうございます。いや、その通りなんですよね。総括します。はい、総括。総括お願いします。はい。そうですね、あの、軸が、はい、その今、本田プロが言ったように、はい、少しだけ若干気持ち左側に行ってると、ね、この黒いアバターあるじゃないですか、はい、これが実は、あら、黒いアバターはこれ誰ですか。お手本です。お手本、お手本、お手本ということなんです。じゃあこの黒いアバターに近い方がいいということですね。この軸の傾きってあるじゃないですか、はい、アバターで見ると。ああ、本当だ。ちょっと並木さんの場合は傾き度も弱くて、で、本当ですね、ちょっとこっちにちょっと分かります、ね、分かります。腰のラインは意外と近いんだけど、はい、肩の部分の薄い、ちょっと薄いから見づらいんですけど、はい、この部分が目標方向感にちょっとずれてしまってると。なるほど。っていうのが、うん、スライスの原因です。
でも確かにその、ね、前回のレッスンでその腰を先行したいっていうのをすごい意識してたがために、しすぎちゃってるの、こう動いちゃってるんですよね。しすぎちゃったかもしれない。なるほど。今度はこの軸を、背中が特に上側をちょっと残してもらう。ここを残す、なるほど。ここにセンサーがありますので、この軸を上げてもらったら、この位置で下半身は行く。そうですね、こんな感じです。そうすると、キープできてるというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思います。これが、すみませんね、こっちに行っちゃうと、そうね、結果的にクラブは上方向からいわゆる、アウトサイドに軌道になるかもし時もあるし、いわゆるこのクラブの入射角が上から入ってしまって、それありますポンって回転数が上がっちゃうとか、そういったところまでこうつながってきちゃう可能性が非常に高いんですよ、実は。いいこと言っちゃったな、俺今。そういう感じなんですよね。だからそこをクラブを外から入らないために、あとクラブの入射角を保つためにも、横から打つためにも、ぜひドライバーなんかはこの背中側の体幹軸の部分をキープする。というところをちょっと意識していただいて、もう一回やってみようか。わかりました、ね、で上の方ですよね。上の方、例えば頭を残せなんてよく、ビハインドボールなんてよく言ったりするじゃないですか。 あれに近い感じもあるかもしれない。その意識で、わかりました。やってみようか。打つまでだけでいいです、打つまでだけで、打つまで。あとはもういいんですね。あとはいつも通りって言っていただいていいと思うんですね。わかりました。打つまではちょっと頑張ってみよう。キープで、はい、わ、かりました。はい、それでは打っていきましょう。お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、大丈夫です。はい、それでは参ります。3、2、1、お願いします。これは良かったな。良かったですか？これは良かった。本当に私も今思いました、自分で。これはねちょっと良かったかも。これはね、良かったよ。どうでしょうか？どうだろう。本当に良かったと思う。まず本当ですか？本当に。ドクター本当ですか？ドクター。じゃあ後ろから見ましょう。ここから。おお、上がって上がって。でも我慢してますね。めちゃくちゃ。あ、ここからすごくいいですね。おお。やった。やりました。ちゃんと。今の自分の感覚ってどうなんですか？いや、やっぱり。うん。いつもの通りではちょっと違うんです、いつもの感覚ではやっぱ違うんですけど、でも振りやすかったんです、なぜか。そうか、いつもと違うのに、すごいこの軌道も下ろすと勝手に降りてくるし、勝手に体やってくれたっていう感じでした。先ほど言っていた捻転差も、ものすごい、これはいいね、ここ。こっからいいんですよ。腰先行して、あとこの軸がさ、こっからダウンからですね。これ全然反ってないじゃん。めちゃくちゃ。さっきこうなってたじゃん。はい。結構やっぱオーバーっぽくなっちゃってたなって思いました。この直す時ってさ、やっぱりあの、振り上げるところからやらないんですね、レッスンなんかでも。あんまり上げないところから振る練習っていうのをしてもらって、でそれで自分でこうイメージを作っていく。確かに。心の最後のクラブを振る速さもしっかり出てるんで。おお、結果なんかすべて結果良くなったってことですね。すべてね、多分良くなってくると。すごい、すごい。でもドクターもすごい。ドクター、はい、かね、あの、ね、正確なアドバイスありがとうございます。マトウスがドクターです。そうですね、そうですね。そうなんですよね。すごい。はい、ここをまあうまく使っ、こういうツールをうまく使って、コーチング、ティーチングするっていうのがこれからの時代のね、多分ね、ティーチングプロは必要なんじゃないかなっていう気はしますよね。なんか言われるだけよりもデータもプラスで見され、見れることによって私たちもなんかすごい納得できるというか、そういった形でレッスンできるので良かったです。アバターも見ていただきながらね、分かりやすいと思うし ね、いや本当、あとお手本がこうやってあるっていうのが、いかにどう近づけたらいいかとかっていう考え方にもなるので、それがめちゃくちゃいいなと思いました、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでまた、俺はなんか良かったな、今の。こんなでも短期間で、いやいやいや、そんな、こんなに変わって、本当に素晴らしかった。いや、そんなもう、そんな褒められたらもうね、またやりましょう。また絶対やりたいです、ぜひ。視聴者の皆さんにもぜひね、
使ってもらいたいですね。そうですね。ぜひね、あのマトスを使ったレッスンをしているプロのところに行っていただいてね、うんうん、ぜひこれをね、見ていただいて体感していただきたいなっていう気は私はしますね。それこそお二人のプロにお願いしてもこれ使いながらのレッスンっていうのをやってらっしゃるってことですもんね。はい、やってますね。あ、じゃあぜひ、これをしよう、はい、やってますので、ね、気になる方は、ね、すぐはい、メールかなんかわかんない、お電話か、はい、あ、メールじゃない、今電話です。メールの時代だもんね。あ、そうですね古い古いということで気になる方はぜひ、はい、見てみてください。はい、はい、ということでレッスンいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。いやいや、ありがとうございました。すごい明確な、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして SNS もぜひフォローしてください。